千年の時を超えて守り受け継がれた観音様がいらっしゃる村が、守らせていただいてありがたいという人々、当たり前の日常に溶け込んだ観音様と共にある暮らし。滋賀県琵琶湖の北東に位置する長浜市、湖北と呼ばれる地。信仰が生活の一部になって守られてきた観音様の聖地、湖北。背筋を伸ばしたくなるような日本人の心が宿る村々の物語です。湖北の霊場、小高見山。奈良平安時代にかけて奈良の中央寺院と白山信仰の影響を受けて山岳信仰が栄えた宋、太政、行基、最澄ゆかりの地。慶則寺をはじめ多くの寺院で栄えた小高見山ですが、戦乱による荒廃、山岳宗教の衰退などにより廃寺となっていきます。しかしその信仰の心は絶えることなく村人に受け継がれ、湖北地方の集落には千年の時を超えて観音様が伝わり、その数は130体を超えています。今に伝わる多くの観音像や寺の宝物は中世から江戸時代を経て村人の手によって大切に守られてきたものなのです。小高見山の周辺にも足を運んだ白洲正子は、慶則寺から釈道寺へ雑木林の中を縫っていく道には湖北らしいしっとりとした趣があると語っています。木之本町石道、村の娘さんの姿を借りたようと井上靖が例えたように、穏やかでほのぼのとした温かい観音様。種の残る唇や衣に造立時の華麗さが忍ばれます。1200年以上もね、戦国時代を通じても耐えて、で今なおここにこういう姿でおられる。どこまでもどこまでもこの観音さんは守っていきたいし、観音さんも元気でですよ、守っていただきたいなと思うんです。それで次の世代へバトンタッチしてまた続けていくという思いなんですよ。湖北というのは本当に仏様が、要するに京都や奈良での仏様のお顔と少し違って、いわゆる私たちのに近いお顔っていう、あえて申し上げれば私たちに近いようなお顔で、本当に、本当に身近な仏様だというようなことを強く感じながら撮影してましたね。井上先生は釈道寺のね、観音様は村の娘というような表現をされたようですけれども、私も本当にそれは感じましたね。要するに我々人間の姿だなっていうような感じを強く抱きましたね。厳しい湖北の冬、農耕生産の恵みを観音様に感謝し、幾多の戦乱や焼き討ちを乗り越え、村人の手によってお堂とともに守られてきた観音様。私が訪れたのは雪が舞う冷え込みの厳しい日でした。凛とした空気の中で背筋を伸ばして観音様にお会いしたかったからです。日常の自分の在り方を正す絶好の季節に観音様にお会いしたかったんです。そんな一番大事なものを守ることが歴史になっている。たまに見る美術品ではなく、毎日手を合わせ祈る対象、それが湖北の観音様なんだと思うんです。高槻町唐川。毎朝お仏壇を供える村人に守られる観音様。千年以上も続けられている村人の日常。両手両足を失ったお姿は、戦乱による焼き討ちから守るために川に沈められたことによるものと伝わっています。川に沈める時に使われたという石の枕が今も残されています。高時川の曲がりくねった谷間の道を登っていくと、小さなお堂がぽつんと立っています。お堂が開き、厨子が開けられると、観音様のふくよかなお顔が目に入ってきます。ここは女性の観音様です。スタイルもよろしいし、足元見てもお分かりのことかと思いますが、腰のとこからスラッとしたように、これをみんなきれいやって、お客様が一度参っても、またもう一度拝観させてほしいと言われる方もあります。白洲正子が隠れ里の中で秘境と呼んだ西浅井町菅浦は、竹生島を望む絶景の入り江にあります。荘村と呼ばれる自治組織が発達し、中世の古文書を数多く残していることでも知られています。その自治の象徴として存在していた観音様。白洲正子も隠れ里の中で、京都が紅葉の頃にはもう粉雪が降り始める、陶器に例えれば李朝の白磁のような、そんな雰囲気が好きで私はしばしば訪れると語っています。ここ木之本町西黒田にも、平安時代から連綿と守られてきた観音様があります。1700何年生きてるとね、今2000年ですさかいね、もう1300年も400年も皆さんも守ってきはったんですもんね。我々が受け継いでいかなあかんのか、受け継げるんか心配して、どういう考えを持ってこのお堂を守るかということをみんな考えてもらうと。土の中に埋められていたために、仏像のお姿は原型をとどめないほどに朽ちてしまいましたが、しばらく眺めていると次第に仏様の姿が見えてくるといいます。やっぱ親しみのある観音さんであり、私らの子供もここにお参りに連れてくると、うちにこんないい顔した観音さんがやはりやなっていうことをやっぱ知ってくれますしね。優しい顔でこう眺めててくださるので、知らず知らずにここに来ると頭が下がるという先人に対しても頭も下がりますし、この仏様にもそういう思いで私はここへお参りさせていただいております。西浅井町大浦には、最澄が茅の木を一刀彫りしたと伝わる十一面観音菩薩が伝わっています。よく見るとふくよかな腰にお腹が少し出ていらっしゃいます。お腹の白い布は妊婦が巻く腹帯観音の名で親しまれており、今もこの腹帯を安産祈願のためにいただきに来る人々が絶えません。おかげさまでみんな元気に育っているので、すごいありがたいなと思って、その、お礼と、あと、みんなで子どもたち、主人みんなで家族で笑顔で赤ちゃんが迎えられると嬉しいなっていうことで、この腹帯は美智子皇后陛下が皇太子殿下をご解任された際にも献納されています。無事元気にこう赤ちゃんを産んでいただけるようにということで、我々はこの気持ちを込めて腹帯任せてもらってます。ただお客さんいろんな方おられますので、やっぱりこの観音さんを愛し続けていただけるようなお客さんとのやり取りを頑張ってやってます。観音様がそこにいらっしゃること、その地に縁が結ばれたことにありがたいという感謝の心を持って接している人々、信仰と生活が一体となった村、仏を信じ敬う心とその生き様、各集落ごとに小さなお堂がある景色、その中にひっそりと観音様が祀られている場所、それを守っているのはそこに暮らす村人たちなのです。守るのではなく守らせていただくというそこに生きるありがたさ、そのありがたいご縁に感謝の心を持ち、観音様を大切にする人々、千年の時を超えて今もなお受け継がれているものは、観音の慈悲を信じ敬う心、日本人が忘れかけた心の地、滋賀県琵琶湖長浜観音の里の物語。